エレミア書第5章。エルサレムの巷を行き巡り、見て知るがよい。その広場を訪ねて、公平を行い、真実を求める者が一人でもあるか探してみよう。あれば、私はエルサレムを許す。彼らは、主は生きておられる、と言うけれども、実は、偽って誓うのだ。主よ、あなたの目は真実を顧みられるではありませんか。あなたが彼らを打たれても痛みを覚えず、彼らを滅ぼされても懲らしめを受けることを拒み、その顔を岩よりも固くして悔い改めることを拒みました。そこで私は言った。これらはただ貧しい愚かな人々で、主の道と神の掟を知りません。私は偉い人たちのところへ行って彼らに語ります。彼らは主の道を知り、神の掟を知っています。ところが彼らも皆同じように首輝を折り、縄目を立っていた。それゆえ林から獅子が出てきて彼らを殺し、荒野から狼が出てきて彼らを滅ぼす。豹は彼らの町々を狙っている。そこから出る者は皆裂かれる。彼らの罪が多く、その背信が甚だしいからである。私はどうしてあなたを許すことができようか。あなたの子供らは私を捨て去り、神でもない者を指して誓った。私が彼らを満ち足らせた時、彼らは姦淫を行い、遊女の家に群れ集まった。彼らは肥え太った丈夫なお馬のように、おのおのいな泣いて隣の妻を慕う。私はこれらのことのために彼らを罰しないでいられようか。このような国ためにあだを返さないであろうかと主は言われる。あなた方はユダのブドウの並木の間を登っていって滅ぼせ。ただことごとく滅ぼしてはならない。その枝を切り除け。主のものではないからである。イスラエルの家とユダの家とは私に全く不信であったと主は言われる。彼らは主について偽り語っていった。主は何事もなされない。災いは我々に来ない。また剣や飢饉を見ることはない。預言者らは風となり、彼らのうちに言葉はない。彼らはこのようになると。それゆえ万軍の神主はこう言われる。彼らがこの言葉を語ったので、見よ、私はあなたの口にある。私の言葉を等し、この民を焚き木とする。火は彼らを焼き尽くす。主は言われる。イスラエルの家よ、見よ、私は遠い国の民をあなた方のところに攻め来させる。その国は長く続く国、古い国で、あなた方はその国の言葉を知らず、人々の語るのを悟ることもできない。その扉は開いた墓のようであり、彼らは皆有志である。彼らはあなたが借り入れたものと、あなたの糧食とを食い尽くし、あなたの息子娘を食い尽くし、あなたの羊と牛を食い尽くし、あなたのブドウの木とイチジクの木を食い尽くし、また剣を持ってあなたが頼みとする。堅固な町々を滅ぼす。主は言われる。しかしその時でも私はことごとくはあなたを滅ぼさない。あなたの民がどうして我々の神主はこれらのすべてのことを我々になされたのかというならば、あなたは彼らに答えなければならない。あなたがあったが私を捨てて自分の地で異なる神々に仕えたように、あなた方は自分のものでない地で異邦の人に仕えるようになると。これをヤコブの家に述べ、またユダに示して言え。愚かで悟りもなく、目があっても見えず、耳があっても聞こえない民よ、これを聞け。主は言われる。あなた方は私を恐れないのか。私の前におののかないのか。私は砂を置いて海の境とし、これを永遠の限界として越えることができないようにした。波は
逆まいても勝つことはできない。成り渡ってもこれを超えることはできない。ところがこのためには強情な背く心があり、彼らは脇道にそれて去ってしまった。彼らは我々に雨を与え、秋の雨と春の雨を時に従って降らせ、我々のために借り入れの時を定められた。我々の神主を恐れようとその心の内に言わないのだ。あなた方の咎はこれらのことを退け、あなた方の罪は良いものがあなた方に来るのを妨げた。我が民のうちには悪いものがあって、鳥を取る人のように身をかがめて伺い、罠を置いて人を捕らえる。籠に鳥が満ちているように彼らの家は不義の宝で満ちている。それゆえ彼らは大いなるもの、裕福なものとなり、肥えて艶があり、その悪しき行いには際限がない。彼らは公正にみなしごの訴えを裁いて、それを助けようとはせず、また貧しい人の訴えを裁かない。主は言われる。私はこのようなことのために彼らを罰しないであろうか。私はこのようなためにあだを返さないであろうか。驚くべきこと、恐るべきことがこの地に起こっている。預言者は偽って預言し、祭司は自分の手によって治め、我が民はこのようにすることを愛している。しかしあなた方はその終わりにはどうするつもりか。